皆さんはそれぞれ個性や才能が違った BTS の7人のメンバーたちがどのようにして集められたのか知っていますか？2023年でデビュー10周年を迎える BTS ですが、今となっては韓国をはじめとするアジア圏のみならず、アメリカやヨーロッパなど世界各国でたくさんのファンを魅了していますよね。ARMYたちによってメンバーそれぞれどのようなキャラクターを持っているのか分析されていますが、彼らの性格は十人十色です。ではそんな彼らがどのようにして BTS として集結させられたのでしょうか。今回はその真相についてご紹介します。幼い頃から音楽への関心があったというパン・シヒョクさんは、両親の勧めもあって音楽の道に進むことを決めました。自他ともに認める天才であるパン・シヒョクさんは、韓国一の一流大学と言われているソウル大学を自席で卒業しました。1990年代半ばに歌手で音楽プロデューサーであるパク・ジニョンさんと出会い、しばらく楽曲制作のデュオを組んでいました。ちなみにパク・ジニョンさんとは TWICE や NiziU、ITZY など大人気 K-POP アイドルを輩出してきた大物プロデューサーです。パク・ジニョンさんの JYP エンターテインメントで着々と力と知識を身につけてきたパン・シヒョクさんは、2005年に独立してビッグヒットエンターテインメントを設立しました。そこでこの事務所の最初の所属アイドルとなる7人組男性ヒップホップアイドルグループ防弾少年団を結成させて、世界的大成功を収めました。BTS で最年長であるジンは、ワールドワイドハンサムというキャッチコピーがあるほど容姿がかなりのイケメンです。この美貌はデビューしてから開花したものではなく、生まれ持ったジンの武器です。そんなジンですが、パン PD が最初に設立したビッグヒットエンターテインメントに入る前、東方神起や少女時代など大物 K-POP スターを輩出してきた SM エンターテインメントからスカウトをされていました。当時中学生だったジンは一時審査に合格しましたが、これは詐欺ではないのかと思い込んでしまい、合格通知を受け取っても次のステップへは進まなかったそうです。その後俳優になろうと金剛大学演劇映画学部に進学したジン、台本を読みながら歩いてるところをビッグヒットエンターテインメントの関係者にキャスティングされて今に至ります。しかし、ジンはもともと俳優志望であったことから、ダンスも歌唱もあまり得意ではなく、事務所からの評価もいまいちだったそうです。それでも、死に物狂いでレッスンを重ねたジンは、ダンスも歌唱も、他のメンバーに引けを取らないほどの実力を身につけていきました。シュガは、もともとテグのヒップホップクルー、D タウンという、アンダーグラウンドグループで音楽活動をしていました。しかし自分より年の離れた先輩たちのバイトをしながら活動している姿を見るのが嫌だったというシュガは、この環境をより良くしたいと強く願い、ビッグヒットエンターテインメントのオーディションに参加するためにソウルへ上京しました。ラップの実力は高く評価され、パン PD からも踊れなくてもリズムに乗るくらいで大丈夫、ラップを頑張ろうと言われていましたが、 BTS がデビューする直前にコンセプトがヒップホップアイドルグループに変わり、ダンスをしなくていいという助言は聞かなくなってしまったのです。契約前に説得するために僕を騙したんだとパン PD に訴えかけたシュガですが、苦手なダンスもかなりのレッスンを積みながら努力してきました。もともとプロデュースや作詞作曲などの裏方がしたかったというシュガにとって、これはかなり予想外な道筋となったことでしょう。クァンジュ出身で、東方神起のユノや21のミンジなどと同じダンス教室に通っていた細く、当時からダンスの実力はずば抜けていて、クァンジュではシークレットダンサーとして活動していました。ある日ダンス練習室でオーディションを受けることになった細く、練習室にカメラが設置されていて、審査員たちはカメラの前で踊ってみてとだけ言い残し部屋を出ていきました。そして審査員が戻ってきた時にはすでに2、3時間過ぎていましたが、細くはその間ずっと一人で踊り続けていたのです。
そんな努力家なところが評価されて、ビッグヒットエンターテインメントにキャスティングされました。ナムジュンは小学6年生の頃にエピックハイのフライを聞いたことをきっかけにヒップホップの世界に入りました。中学1年生の頃からラップを始め、ホンデで講演をした時には両親に怒られてしまったそうです。両親の反対があってもヒップホップの世界を諦めなかったナムジュンは、その後アンダーグラウンドでの活動を続けていきました。そこでラップをするナムジュンの姿を見たスリーピーさんが、普段から親しくしていたビッグヒットエンターテインメントの関係者に紹介し、ナムジュンは1人目の BTS としてキャスティングされました。ジミンはプサンで行われたビッグヒットエンターテインメントの公開オーディションを通して BTS のメンバーに選ばれました。メンバーの中では練習生期間が一番短く、 BTS として選ばれたのも最後でした。事務所スタッフがジミンをメンバーにするかしないか決めかねていた時に、テテにジミンを BTS として迎え入れることについてどう思うかと質問すると、テテはジミンと一緒にデビューしたい、一緒にデビューするべきだと、ジミンと共にデビューしたいと強く願ってくれていたというエピソードはアーミーの間でも有名ですよね。ジミンはパフォーマンスディレクターも公認するほどの練習の虫と言われていて、当時は寝る時間も練習室にこもっていたこともありました。とても努力家なメンバーの一人です。テテがビッグヒットエンターテインメントに入ったのは、同事務所の非公開オーディションに参加する友達の付き添いで出向いたことがきっかけでした。非公開オーディションということで、参加者はすでに決められた人のみしか受けられないはずが、見学しに行ったところ、当時の審査員に一度オーディションを受けてみないかと言われて、そのまま合格したのです。テテは持ち前の美貌と美しい低音ボイスが魅力であり、 BTS の秘密兵器としてメンバーが決まった後も最後まで公開されなかったメンバーでもあります。ジョングクはスーパースター K3 というオーディションに参加していましたが、残念ながら不合格になってしまいました。しかしその後7つの芸能事務所からキャスティングを受け、その中にはビッグヒットエンターテインメントを含む大手芸能事務所もあったんだそうです。ジョングクは名刺を受け取った事務所に見学をしに出向きましたが、ビッグヒットエンターテインメントにも見学をしに行った際に、たまたまナムジュンが練習室でラップの練習をしている姿を見て、かっこいいと感銘を受けました。このことをきっかけに、ジョングクはビッグヒットエンターテインメントに入所することに決めたのです。今となってはダンスも歌唱も抜群の実力を持っていて、オールマイティーなジョングクですが、当時はダンスがあまり得意ではありませんでした。そのため、デビューする1年前にアメリカへダンス留学をしに行き、ダンスの実力を着実に磨いていきました。今回は BTS メンバーがどのようにして BTS として集結させられたのかについてご紹介しました。デビュー当時からアーミーとして彼らを応援している人にとっては懐かしい情報だったのではないでしょうか。 BTS メンバーそれぞれの個性が一つ残らず潰されることなく、全てに輝きを持たせながら一つのグループとして成り立っている彼ら、そんな BTS の活躍はどこまでも止まることなく輝き続けることでしょう。現在メンバーたちの兵役期間もあり、ソロ活動に専念している BTS ですが、個人で活動していても話題の中心になる彼らの実力と人気は凄まじいものですね。皆さんは BTS の所属事務所についてどのような印象を持っているでしょうか。BTS が誕生し、世界的に有名な K-POP アイドルになる現在まで、多くの困難や苦悩を共にしてきた、所属事務所、HYBE の代表、パン・シヒョクさん。彼らの間に濃い歴史があったからこそ、固い絆と信頼関係が築かれているのではないかと思われますが、アーミーからは HYBE に対して、BTS に対する待遇が悪すぎる、という意見が殺到してしまい、炎上する出来事が起きました。では、HYBE とアーミーの間に一体何があったのでしょうか。今回は、
アーミーが批判した BTS に対する HYBE の待遇についてご紹介します。2021年3月から始動している HYBE ですが、もともとはビッグヒットエンターテイメントとして2005年2月1日に設立されました。この事務所の代表であるパン・シヒョクさんは JYP エンターテインメントから独立した作曲家で、作詞や音楽プロデュースも手掛ける有力者です。 BTS の生みの親としてファンからも親しまれているパン・シヒョクさん、 BTS メンバーともとても親交が深く、アイドルとプロデューサーというよりはある意味兄弟のような雰囲気でもあるようです。今となっては世界規模で有名となり大きくなった HYBE ですが、 BTS がデビューした当時、まだビッグヒットエンターテインメントだった頃は苦難の方が多く、中小企業であったためにスポンサーから BTS に対する礼遇も少なくはありませんでした。アルバム制作に必要な資金までも危ぶまれていたほどギリギリのラインで活動していたのです。SUGA が練習生だった頃に無理にアルバイトをしていたのも、 BTS のデビューが本当に実現するのか危ぶまれていたからでした。2013年6月13日にデビューを果たした BTS でしたが、当初は大衆的な認知度をなかなか得るほどのヒット曲もなく、公演型アイドルと呼ばれてたこともありました。BTS のコンセプトやイメージを試行錯誤してきながらも、デビューして3年目に発表された火曜年華シリーズの第1弾目となる火曜年華パート1のタイトル曲 I Need You で、さまざまな音楽番組で1位を取得してから徐々に注目を集めるようになったのです。その後ビルボードにランクインしたり、曲をリリースするたびに1位を取得するなど、 K-POP 界を引っ張っていく存在となった BTS。ビッグヒットエンターテインメントが大きくなり、 HYBE として大きな会社になり、 BTS は HYBE の傘下であるビッグヒットミュージック所属となりました。事務所も4産区に移転し、立派なビルとなった HYBE。 HYBE の代名詞が BTS と言っても過言ではないほど、 BTS が予想以上の人気と快挙を成し遂げたおかげもあり、 BTS の成長とともに HYBE も成長していったのです。世界的なエンターテインメント企業になった HYBE が建設した大きく圧倒的存在感を出している新社屋、どのような構造になっているのかとても話題となりましたが、この新社屋に関する誤った記事が出回ってしまい、多くのアーミーから怒りを買うことになってしまったのです。どのような記事だったのかというと、練習室の使用の仕方についての記事でした。練習室は在籍年数に関わらず予約制でのみ利用可能という記事が出たことをきっかけに、この記事を見たアーミーから BTS のおかげで大きくなれたのに彼らまでも練習室は予約制なんてありえない、 BTS メンバーに対してそれなりの待遇をしてもいいのではといった HYBE への批判が集まってしまったのです。またビッグヒットミュージック以外のレーベルに所属しているアーティストが練習室を使用する場合、事前予約をするだけでなく使用料を支払わなければならないというなかなかシビアなシステムになっていることも話題となりました。2021年4月5日に配信された V ライブの中で、テテとシュガ、細くの3人が新社屋についての自慢話をしてくれました。バンタンカフェ43店オープン、アーミーと一緒にティータイムという名目で配信されたこの日の V ライブ、飲み物を作って飲んだり会社の自慢をしたくて配信をスタートさせたという3人は、新社屋の3階にあるスタジオ隣の会議室で配信していたようです。その会議室でさえとても広く驚いた様子だったシュガ。テテは生まれてこの方、こんなに広い会社は初めて見る。ビッグヒット、本当に大きくなった、としみじみ語っていました。3人がそれぞれ新社屋について驚いたことや自慢を話している中で、すでに出回ってしまった練習室に関する誤った情報について、釈明するような事実を話してくれたのです。公演場ではないのか、
というくらいの広さがある練習室に感心したというシュガが、一番広い練習室を僕たちが専用で使う。練習室の隣にある休憩室は、テレビ局の控室よりも広くて衝撃的だった。と語ってくれました。これに続けて補足は、本当に広くて良いシステムが整えられている。あの練習室で様々なダンス練習映像が撮れそうだ。と付け加えました。BTS メンバー本人たちから BTS 専用の練習室があることを知らされ、誤った情報のせいで批判してしまった HYBE に対して SNS 上で謝罪する ARMY もいたようです。 HYBE 内部の人でないと嘘なのか本当なのかわからなかった練習室に関する情報でしたが、記事にする場合はしっかりと調査した上で誤解を招かないように気をつけることが大切ですよね。この件で多くの批判を浴びてしまったパン・シヒョクさんも悔しかったことでしょう。HYBE となってから公開されてきた BTS のダンス練習動画にて、BTS 専用の練習室を確認することができますよね。ブラックの壁で落ち着いた雰囲気のあるその練習室は、多くのサポートダンサーが一緒に練習していても、空白ができるほどの広さであることがわかります。HYBE はビッグヒットミュージックだけでなく、 HYBE ジャパンや HYBE アメリカ、プレディスエンターテインメント、コズエンターテインメントなど多くの子会社が合併している会社です。必然的に所属するアーティスト数も増えたため、練習室もアーティストたちが公平に使用できるように予約制を取り入れたというのが本来の趣旨でした。そのため、それぞれのアーティストが練習しづらくなるといったことが起きないように対処されているのです。また、プレディスエンターテインメントなどの傘下のレーベル所属アーティストが練習室を使う際に料金を払わなければいけないのは、練習室を管理しているのが別の法人になっており、不動産業への参入を事業目的に追加しているためなんだとか。レーベル化に伴って社内のシステムが複雑になったように感じますが、それぞれにしっかりと意味や目的があります。ファンにとって全てを把握するのはとても難しいことですが、どの所属アーティストに対しても公平な対応になるように様々な対策をされているのは確かな情報です。世間に出回った目に見える情報だけが真実であるとは限らないので、ファンとして私たちも気をつけて正しい情報を仕入れていきたいものですね。地上19階と地下7階というかなりの規模を持つ HYBE 社屋ですが、なんと地下2階フロアに BTS ミュージアムとも呼ばれている HYBE インサイトという空間が存在します。この空間はファンも訪れることができ、 BTS がデビューした2013年からの輝かしい歴史を一挙に鑑賞することができる素晴らしい空間です。 BTS が実際にステージで使用したマイクやイヤホン、衣装なども展示されているだけでなく、 HYBE レーベルの所属アーティストたちが受賞したトロフィーが展示されていたりと、 HYBE の軌跡をたどることができるのです。HYBE インサイトに入場するには完全オンラインで事前予約をしなければいけない上に、2万2000ウォンから2万5000ウォンの入場料が必要となるので、訪れる際は要注意です。今回はARMYが批判した BTS に対する HYBE の待遇についてご紹介しました。出回っている記事に関して、つい鵜呑みにしてしまいがちですが、出た記事を読むだけでなく、自分自身でよく調べてみることの大切さを改めて思い知らされました。これからも出回ってくる情報に気をつけて、事実をきちんと把握していきたいですね。皆さんは BTS の知られざる謎の存在をご存知ですか？世界で活躍するワールドスターでありながらも、メイキングやビハインド映像などではワールドスターとしてではなく、仲良しの7人組としての素を見ることができ、とても身近な存在に感じることができる BTS。 ステージ上ではトップアーティストとして完璧なパフォーマンスを披露しますが、ステージや収録の裏側では私たちと変わらず同じように笑い、泣き、時には悩んだりはしゃいだりと日々を過ごしています。
特にメンバー全員が同じ宿舎に住んでいた頃は、日常生活の様子を配信したり、SNS を頻繁に更新したりと、BTS とファンとの距離をより近く感じることができ、BTS の全てを知ることができていたと思った方も多いかと思います。しかし、実は多くの出来事がうやむやのままで、明らかになっていないことがあるのです。今回は明らかにされることがなく過ぎ去ってしまった出来事や隠されてしまった秘密について詳しくご紹介していきます。BTS の公式 YouTube バンタン TV はデビュー当時から開設され、今やチャンネル登録者数6000万人を超える大人気のチャンネルです。BTS のパフォーマンスの裏側や素顔を無料で見ることができ、ファンにとって欠かせないコンテンツとなっています。また、BTS の知名度を上げる大きな役割を担ってきました。事務所の HYBE 傘下のビッグヒットも、このチャンネルのさらなる知名度の向上と安心安全な運用のために多くの対策を立てているかと思います。しかし、世界的人気アーティストの YouTube チャンネルともなると、悪用するハッカーから狙われる対象にもなってしまいやすいです。実際に、2018年1月に、ハッキングされそうになるという事件が起きていました。ハッカーは、このバンタン TV を使い、全く BTS には関係のないアニメの広告を流していたのです。これには、多くのアーミーが心配したことでしょう。幸い、コンテンツが削除されたり、見られなくなってしまったりといった被害が大きくなる前に食い止められましたが、ハッカーの正体や目的は明らかにされず、事務所からの詳しい説明も何もないまま、真相は闇の中となってしまいました。YouTube チャンネルは守られましたが、真相がわからぬままで、もやもやとした感情が残った方も多かったかと思います。過去に BTS の公式 TikTok アカウントがハッキングされるという事態も起きていました。2021年3月、BTS の公式 TikTok アカウントにて、スーンと題された映像が掲載されました。ホラー映画の BGM のような気味の悪い音楽と、ハンマーの映像が投稿されていたのです。また、BTS 関連ではない投稿にいいねが押され、謎のアカウントを2つフォローしていることも発覚しました。これを不審に思ったアーミーはハッキングを疑い調査を開始しました。そして BTS のアカウントをハッキングしたと思われるグループアカウントを特定したのです。そのグループは自身のインスタグラムのストーリーに TikTok を手に入れたと投稿しており、今回の犯行を示唆していたそうです。このことを知ったアーミーはハッキングをしたグループのアカウントに批判のコメントを大量に書き込みました。結果、ハッキングをしたグループは、楽しみたかっただけ、と軽い気持ちでハッキングしたことを明かし、反省したそうです。その後、無事 BTS のアカウントは通常通りに戻され、現在は問題なく運営されています。この事態を受け、アーミーは TikTok 側に、アカウントのセキュリティを強化するように呼びかけました。ファンの力によって大事に至る前に解決することができましたが、事務所側の運営管理のずさんさも疑われました。しっかりと強化、対策をとってほしいものですね。メンバーのテテとジョングクは、ファンからグテと呼ばれるほど仲良しで、コンビとして応援するファンも多いですよね。年が近いこともあり、2人でふざけ合う姿もたびたび見ることができます。そんな2人が V ライブで謎の行動をしていたのです。ジョングクが V ライブを配信していた時のこと。ジョングクの部屋にいたテテはジョングクに配信したいから帰ってくださいと言われてしまいます。ドアを閉め仕方なく部屋に戻ったテテ。そしてジョングクがやっと帰ったというようなため息をつくと、隣で誰かがため息をつく音が聞こえたのです。そして後ろからガムの銀紙のようなものが飛んできます。明らかに誰かいる模様。その後、ジョングクが横を向いて少し笑ったのです。誰もいないはずの部屋で、このようなことが起こることはありません。そこにはおそらく、テテがいたのかもしれないと、ファンの間で予想されています。
飛んできたガムギンガミのようなものは、テテが直前に食べていたチョコの包み紙ではないかとの予想もされています。もしテテがいたのであれば、なぜそのことを言わずに隠していたのか。その真相は未だに明らかになっていません。ジョングクとテテにしかわからない理由があるのか、本人たちの口から語られない限りは誰も知る余地のない出来事ですが、当時多くのファンはとても気になっていたようです。数々のアルバムをリリースしている BTS。その中でも、2018年にリリースしたアルバム、Love Yourself 10 Tear に収録されるはずだった曲があったことをご存知ですか？アルバムに収録されている楽曲は11曲。しかし当初の予定では12曲収録される予定でした。それはアルバムが発売された後、リーダーの RM による発言で明らかになったのです。実はこのアルバムは12曲入る予定でした。僕たちの大好きなアーティストと一緒に曲を作ってアルバムに収録するつもりだったんです。僕たちは一緒に素晴らしい曲を完成させようと努力していたのですが、スケジュールの関係でその曲は披露できなくなりました。僕はこのアルバムの中でも特に12曲目が好きだったので、とても残念です。いつかこの曲を皆さんに届けたいと思っています。未発表となってしまった曲が他のアーティストとのコラボ曲だったとは、とても気になりますよね。その曲は未だ発表されていません。誰とのコラボレーションだったのか、どんな曲なのか、とても気になりますが、いつか発表されることを祈り、待つしかありませんね。人見知りで、シャイな性格と言われているジョングクですが、同い年の1997年生まれのアイドル仲間と、クチルズというグループを作っているのは、ファンの間でも有名な話です。セブンティーンのミンギュ、ドギョム、ディエイト、アストロのウヌ、ガットセブンのベンベン、ユギョム、NCT のジェヒョンなど、今を輝くそうそうたるメンバーでご飯に行ったり遊んだりしているそうです。そんなクチルズにはみんなでチャットをするチャットルームがあるそうです。ジョングクがそのことについて話していた際、チャットルームの名前は秘密にすると話しました。ジョングクによると恥ずかしくて言えないとのことです。しかしこの後、クチルズのルーム名はキンダバッドということが発覚します。キンダバッドとは、ちょっと悪いという意味だそうです。少しやんちゃなこの名前を恥ずかしがっていたジョングク。とても可愛らしいですね。メンバーの中で一番ミステリアスな雰囲気があるシュガ。SNS を更新する頻度は多くはないですが、ある日、BTS メンバーの公式 Twitter に気になる写真を投稿したことがあります。投稿には、もう寝なきゃ、シュガ、と書かれていて、添付している写真には楽曲制作画面が映されていました。追加されているトラックの一つに、バトルグラウンド、戦場、と書かれていたのです。それに気がついたファンは、BTS の新曲か、シュガのソロトラックのタイトルではないかと推測しました。しかしその後、そのような名前のトラックは発表されず、バトルグラウンド、戦場の真相は闇の中。シュガは、BTS の中でも天才的なプロデューサーと称されるほど、多くの楽曲の制作を手掛けており、未発表の曲を常に何曲もストックしているといいます。もしかすると今後、皆さんが忘れた頃のタイミングで発表されるかもしれません。その時まで楽しみに、気長に待ちましょう。ここまで、BTS のうやむやにされてしまった謎や、秘密の真相を6つご紹介しました。他にも、皆さんが知っているエピソードや感想がありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。皆さんは BTS の過去のことについてどのくらい知っていますか？ BTS の現在の事務所であるハイブがビッグヒットエンターテインメントという小さな事務所であった頃から、プロデューサーであるパンシヒョク PD と共に過酷な日々を乗り越えてきたメンバーたち。そんな苦しい時期の中でも最も辛かった時期のことについて J-HOPE が語ったことがありました。そこで今回はJ-HOPE が語った BTS の辛かった過去についてご紹介します。
シュガが MC を務める大人気コンテンツシュチタ。ゲストが持参してきたお酒をいくつかのおつまみとともにたしなみながら、ゲストについてさまざまなトークを繰り広げていくというコンテンツです。シュチタは BTS の公式 YouTube チャンネルにて配信されていますが、2023年7月19日に公開されたエピソードに BTS メンバーの J-HOPE が登場しました。この日の撮影自体は J-HOPE が入隊をする前の2023年2月に行われたもので、ソロデビューアルバム Jack in the Box のリリース1周年を記念して、また新たに発売されるニューバージョン Jack in the Box HOPE Edition の詳細についてや、ダンスにフォーカスしたドキュメンタリーなど、兵役入隊中のスケジュールだけでなく除隊後の数ヶ月先までのスケジュールをすでに組んでいることを明かしてくれました。J-HOPE のこれらの活動のスタートとなるのが2023年3月にリリースされた On the Street です。この曲は J. Cole さんとコラボした曲となっていて、 J-HOPE 自身もとても思い入れのある曲だと言います。このコラボを果たしたことについて、 SUGA から J. Cole さんの話をしてよとリクエストされた J-HOPE。前から J. Cole さんのファンであることを公言していた J-HOPE ですが、本名であるチョン・ホソクの英語表記チョン・ホソクのイニシャル J と希望という意味を持つ HOPE を組み合わせて J-HOPE という芸名にしたというのは、すでに知られている情報ですよね。この他にも J に込められている意味が J. Cole さんの存在も関係していることを明らかにしたのです。J. Cole さんは僕にとってのミューズであり、実は J-HOPE という名前自体も J. Cole さんに影響されたと言ってもいいくらい、とても大きな影響を受けましたと語った J-HOPE。 今回のコラボはかねてから親交があった J. Cole さんへ、新年にハッピーニューイヤー、あなたの家族の平和をいつも願っています、そして一緒にコラボできる日をいつも夢見ていますとビデオメッセージを送ったことをきっかけに、 J-HOPE の誕生日を迎えた2月に J. Cole さんから音源ファイルが届いたんだそうです。奇跡のようなコラボまでの実現ストーリーに SUGA も興奮を隠せませんでした。数々のワールドツアーやスタジアム公演などをこなしてきただけでなく、グラミー賞受賞式でのパフォーマンスや国連総会でのスピーチなど、これまでに前例のなかった功績を収めてきた BTS。 まさに K-POP の代名詞と言っても過言ではないほど有名なグループとなった BTS ですが、彼らがここまで上り詰めてくるまでには相当過酷な過程があったといいます。特に SUGA と J-HOPE が今でも鮮明に覚えているという過酷な時期のエピソードは、突然事務所から BTS 家に帰ってと言われた時のことだと明かしました。このことを SUGA が切り出すと、 J-HOPE も忘れることができないよとでも言うかのように即座に反応を示しました。そのように言われた理由は、 BTS は解散だという意味ではなく、 BTS がデビューをするにあたっての資金が底をついてしまい、メンバーたちの宿舎費用を補うことができなくなってしまったためでした。この時のことをニッチもサッチもいかない状況だったと振り返った J-HOPE。 まさかの思いもよらない事務所からの要請にメンバーたちは驚きを隠せなかったようです。それぞれ住む場所を見つけて出て行ってと言われたことを明かした SUGA。 しかし SUGA、J-HOPE、RM のラップラインはそんなスタッフからの要請を一切受け入れなかったそうです。僕たち出て行きません、僕たちにそんなお金はありませんと主張して宿舎を必死に死守したといいます。事務所の危機、自分たちの危機に直面しながらも、ただただ過酷な日々を踏ん張り続けたメンバーたちは、なんとかあちこちから資金を集めて、やっとの思いでついにデビューまでこぎつけたそうです。現在の BTS からは想像もできないほどの過酷なエピソードですが、このような日々を乗り越えられてきたからこそ、メンバーたちの団結力の強さや、事務所への信頼を築き上げていけたのではないでしょうか。
ジャック・イン・ザ・ボックスには10曲収録されていますが、シュガがこのアルバムを制作するにあたってどのくらいの期間で10曲も準備したのかについて J-HOPE に聞きました。すると12月末から1月末までずっとそればかり作業していたと答えた J-HOPE。 つまりたったの約1ヶ月で10曲分作り上げたというのです。今終えなければ次に進めないと感じたようで、コツコツ作業を進めたという J-HOPE ですが、一気に作業したことによって自分自身をいつの間にか追い込んでいました。シュガから見ても J-HOPE がパニック状態になっていたくらい大変な作業量だったようです。そんな中でも何か思いついた時に一気に作業してしまった方が効率も良く集中しやすいというシュガと J-HOPE、共に自分自身で作業する経験があるからこそその大変さを理解し合えていたようでした。シュチタの恒例質問となっている叶えたい夢があるとするならばという質問に対して、そういうの本当にないですと答えた J-HOPE。 末永く幸せに活動することが今では僕の夢じゃないかなとしながら、僕のことや BTS のことを好きでいてくださって、メンバーのことを好きでいてくださる皆さんに愛を届ける、そんな変わることのないアーティストになることが僕の夢でもあり、ささやかな目標でもあります、と答えました。なんとも J-HOPE らしい、素晴らしい夢であり目標でもあると感じたアーミーも多いようで、この言葉に感動した。簡単そうで一番難しい目標みたいなのに、掲げていることに誇りを持ちたい、などといった反応が見られています。また、10年もの間、言葉では表せないほどの努力と経験を積み重ねてきた彼らだからこそ、変わらないことを維持するのも大変なことだと感じているシュガと J-HOPE。俺は第6世代のアイドルが出てくるまでやろうと思ってる、と発言し、笑いを誘ったシュガですが、第7世代までできるんじゃない?とさらにハードルを上げた J-HOPE。第6世代は本当に違うと思うよ。その頃は火星に行けるかもしれないよ、とさらに笑いを誘ったのでした。ここまでもたくさんの功績を残してきた BTS ですが、その勢いはまだまだ止まることを知りません。世界中に多くのアーミーがいる限り、BTS メンバーの輝きは消えることなく、さらに美しく輝き続けることでしょう。BTS が完全体として戻ってきた時、どんな姿でアーミーの前に現れるのかとても楽しみですね。今回は J-HOPE が語った BTS の辛かった過去についてご紹介しました。BTS が事務所と共に成長していったというエピソードは有名な話ですが、まさか宿舎を追い出されそうになったことがあるとは驚きのエピソードでしたよね。資金がないのは事務所だけでなく、メンバーたちも同じであり、なんとか歯を食いしばって、この過酷さから脱出できた彼らの業績は本当にすごいものです。現在ソロ活動をしているメンバーたちですが、ソロであっても様々な功績を残していますよね。まだまだ成長し続ける BTS をこれからもたくさん応援していきたいですね。皆さんは K-POP アイドルたちが活動していくにあたって、避けては通れない再契約という重要な期間が訪れることをご存知でしょうか。この契約に関しては K-POP アイドルにとって大きな山場でもあり、超えたい目標であると言っても過言ではないほど大切な時期になります。世界的トップスターに上り詰めた BTS のメンバーたちの再契約についてもとても大きな話題となり注目されてきました。現在最年長メンバーであるジンや J-HOPE が兵役入隊し服務中であるだけでなく、個々にソロ活動を行っているところです。残りのメンバーたちも順番に兵役期間を迎えようとしている中、 BTS の再契約について再び注目されているのです。そこで今回はメンバー全員が除隊予定とされている2025年の再契約に関する契約金が凄まじいと言われている理由についてご紹介していきます。そもそもK-POP アイドルたちがやがて訪れる再契約時期というのが
どのようなものであるのかについて解説していきます。ちなみに日本のアイドルに関しては自然と解散になるまでずっと存在し続けているイメージがありますよね。ではなぜ韓国の K-POP アイドルたちには契約というものがあるのでしょうか。 K-POP アイドルたちが行う事務所との契約は K-POP ファンの中でも有名な7年契約の他にも短期の2年契約というのもあります。2年契約をしているまたはしていた K-POP アイドルたちを例に挙げてみるとIZONEやケプラなどがあります。IZONEのメンバーに関しては2年契約が満了した後ソロデビューをするメンバーがいたり他の事務所に移籍して改めて別のアイドルグループとして活動をスタートさせたり女優として転身したメンバーもいます。基本的に K-POP アイドルたちが事務所と契約するのは7年契約と言われていますが、なぜこの契約が発生するようになったのでしょうか。その理由は2009年に制定された大衆文化芸術人標準専属契約書というものが存在するからです。この契約書が制定されるまでは事務所と専属歌手が10年以上にわたって長期契約を結んで不当な給与で働かされていたということがあったようで、このようなことを再び起こさないようにと制定されたものだといいます。ほとんどの K-POP アイドルたちが事務所と7年契約を結んで活動していく中で、契約した7年間が K-POP アイドルの寿命だとささやかれていることも事実です。ではなぜこのように言われているのでしょうか。 K-POP 界隈ではメンバーたちの成長やグループが大きくなっていくまでの過程が早く、流行の流れも早いと言われています。そのため7年も活動していると次にデビューしてきた若手の K-POP アイドルたちの話題や流行から押し出されてしまい影になってしまうことも珍しくはありません。また7年もの間アイドルとして活動しながら縁あっていろんな界隈の仕事を経験することもあります。例えばドラマや映画などに出演したり、バラエティ番組に出演したり、普段グループで活動しているアイドルがソロ活動をしたりなどの経験をしキャリアを積むこともできるのです。そのため7年間 K-POP アイドルとして経験を積み、契約満了を迎えたタイミングで本当に自分がやりたい分野へと歩み始めるアイドルも少なくはありません。他にもいろんな理由が考えられますが、このようなことから K-POP アイドルの寿命は7年と言われるようになりました。2013年6月13日にデビューした BTS。 現在2023年のため BTS はすでに7年契約を超過し、事務所と再契約を交わして活動を続けていることになります。 BTS が所属事務所であるビッグヒットエンターテインメント、すなわち現在の HYBE と再契約を交わしたのは2018年10月18日のことでした。デビュー当時から現在までのビジョンを提示してくれたパン・シヒョク代表を尊敬している。これまで支援してくれた事務所とアーミーのために最善を尽くすとコメントをしたメンバーたち。2018年といえばアメリカン・ミュージック・アワードでの受賞や国連総会への出席、夏間文化勲章などと BTS が世界的に飛躍した年となりました。そんな飛躍の年にこれまでサポートしてくれた事務所と再契約を交わした BTS。 今度は恩返しをしたいとでも言うかのように、今となっては BTS はまさに HYBE の象徴とも言えるのではないでしょうか。2013年にデビューを果たした BTS ですが、再契約を交わした年が2018年であると聞いておかしいなと疑問を抱いた方もいますよね。 BTS の再契約は異例の契約期間を1年以上残しての契約更新だったのです。一般的には7年契約満了間近に再契約するアイドルがほとんどです。そのため BTS の早期再契約は異例の再契約と言われました。当時
まだまだ弱小事務所であったビッグヒットエンターテインメントは、BTS の大いなる成長とともに成功を果たし、2018年には上場準備を行っている最中でした。そのため、BTS が再契約をしないと、ビッグヒットエンターテインメントの売り上げが一気に落ちてしまい、せっかくの上場準備が意味を持たなくなってしまうのです。そのため、ビッグヒットエンターテインメントと BTS のさらなる成長のためにも、異例の早期再契約が決行されたのでした。現在、最年長メンバーのジンを筆頭に、J-HOPE も兵役入隊中です。他のメンバーたちもソロ活動を終えてから、順次入隊していく予定であり、2023年中には全員入隊すると言われています。BTS メンバーが全員入隊を果たし、完全体として戻ってくるのが2025年になる予定とされていますが、2025年といえば、2018年に再契約をした BTS にとって2回目の再契約の時期となります。2023年3月にパンシヒョク PD から表明された BTS の今後の活動と再契約について次のように語ってくれました。 BTS の再契約に関しては社会的な波紋があまりにも大きいため、この場での声明は控えさせていただきます。透明性のため契約期間を公表しました。まだ期間は残っているため、これからもっとメンバーたちと話をすることになるでしょう。その後にお伝えすることがアーティストとファンに対する礼儀であると考えています。また私たちだけでなくメンバーたちも2025年頃に完全体で活動再開できることを望んでいます。しかしそれは2025年という目標を確信しているわけではありません。私たちは努力を惜しまないが、兵役問題が思い通りに解決されるわけではありません。復帰のための準備も必要になります。浮ついた希望ではないことをお伝えしたいですとも語っていました。メンバーたちも2025年に完全体での復帰を待ち望んでいる様子だったため、再契約が期待されますね。完全体となる2025年に再契約が予想されている BTS ですが、その際に交わされる契約金に関して現在注目が集まっています。韓国の証券業界の中でエンタメ界のリサーチを担当している関係各所では、 BTS メンバーが完全体でのカムバック前に再契約することを予想しています。証券会社のリサーチチーム所属はほぼ毎日のようにエンターテインメント会社と接触をしているため、BTS が所属している HYBE だけでなく、 YG や JYP、SM など大手芸能事務所の内部事情について誰よりも早く正確な情報を得ることができます。数ある最新情報の中から BTS メンバーたちが再契約を交わすにあたって受け取る契約金の金額について現在いろんな憶測が飛び交っているようです。ちなみに8月に再契約を予定しているブラックピンクのメンバーの契約金は20億から30億円と予想されています。そこから関係者各位では BTS メンバーたちの契約金について1人当たり40億円から60億円になるのではと考えているようで、一部の専門家からは100億円を超えるのではないかと大きな予想が立てられているそうです。一般的には想像もできないような大きな金額のため、 BTS メンバーがどれだけ偉大な存在であるかがうかがえますね。さすが世界的トップスターです。今回はメンバー全員が除隊予定とされている2025年の再契約に関する契約金が凄まじいと言われている理由についてご紹介しました。桁違いの予想契約金に驚いた方も多くいるのではないでしょうか。2025年になり再び BTS が完全体となってアーミーの前に姿を現してくれる日が待ち遠しいですね。皆さんは我慢できずにスポネタバレしてしまう BTS を見たことがありますか？普段から仲睦まじく飾らない姿を見せてくれる BTS、
そんな彼らはついつい我慢できず、至るところでスポしてしまっているのです。音楽番組で歌う曲や新曲の振り付け、さらにはグッズをいち早くファンに届けたくて、うずうずしてしまうようです。そんな BTS が可愛いですよね。そこで今回は、これまで BTS がスポしたエピソードについてご紹介していきます。2017年2月リリースの Not Today 公開直前のうっかりスポからです。翌日が誕生日だった細くは、コンサートのリハーサル終わりに V ライブで配信を開始しました。ジン、ジミン、テテ、ジョングクも途中参加して、細くの誕生日をお祝いしました。そこでテテのカラーサングラスは狙撃手のようだという話から、サングラスをつけたジョングクが画面に向かって射撃の真似をします。その時に飛び出したのが、チョン、チョジュン、バルサというフレーズ。思わず Not Today の決めフレーズを使ってしまったジョングクだったのですが、まだ音源が公開される前だったので、配信を見ていたファンはジョングクがオリジナルで考えた掛け声かと思った程度でした。しかしその直後、細くが今日のリハーサルすごかったと発言。このフレーズはパフォーマンスの一部だということをバラしてしまい、隣で聞いていたジミンは大慌て、苦笑いで、言っちゃダメじゃないですか、と咎めますが、細くは、軽いネタバレは大丈夫ですよ、と気にしていない様子。さらにテテが、フォローのつもりで、ファンの方はノットトゥデイだとは思わないですよ、と話すのですが、すでに新曲タイトルとティザーが出ていたタイミングだったので、追い打ちをかける形になってしまいました。ミックステープとは、もともとヒップホップ音楽の用語ですが、最近は自分の音楽を自由に表現した非商用のアルバムという意味で使われることが多いです。BTS では、SUGA、細く、RM がミックステープを発表していますが、2020年6月に、テテがミックステープをリリースする。年内中には出したい、と宣言しました。このニュースはファンを喜ばせましたが、2023年1月現在、テテのミックステープはまだ発表されていません。ただ V ライブなどの配信で、たまに進捗を報告してくれており、忙しい BTS での活動の合間を縫って、作業しているようですね。現在は削除されていますが、明日消すかも、とのハッシュタグとともに、ミックステープ用の自作曲の一部を Twitter に投稿したこともありました。そのようにテテは、うっかりではなく、積極的にミックステープのネタバレをしてファンを楽しませています。2020年のテテの誕生日 V ライブ配信では、ミックステープについての質問があり、ここで全部ネタバレしてあげたい。どうせ先延ばしになるから、と話し始めます。そこでテテは、スマホからミックステープの収録曲らしい音源のイントロを1秒だけ流すスポを開始しました。カメラの向こうにいるスタッフの様子を伺いながら、これと、これと、と何曲も1秒だけ流してくれました。どの曲も一瞬だったので、どんな曲かはよくわかりませんでしたが、期待が高まりますね。リリースされるまで楽しみに待ちましょう。エド・シーランとの2度目のコラボ楽曲、パーミッション・トゥ・ダンスでのスポ。バターがビルボードで5週連続1位を獲得した際に、7人で行ったお祝い V ライブでの出来事です。パーミッション・トゥ・ダンスは、BTS 側がコラボを発表する前に、エドがアメリカのラジオ番組で BTS のために曲を書いたところ、とスポしてしまっていましたね。その後も、自身のインスタで今後、BTS とこのコラボは見られる?という質問に対して、彼らの次のシングルのはずと答えたり、BTS でお気に入りの曲はという質問には、新曲のパーミッション・トゥ・ダンスかなと曲名まで明かしてしまっていました。うっかりミスというより、もう情報解禁されていると勘違いしているのかと思うほどのネタバレっぷりでしたが、この時は公式情報としては、まだ曲名などは明かしていない状況でした。そんな中、行われた7人での V ライブでは、新曲の話に。
そこでテテもうっかり新曲のタイトルを口にしそうになりますが、慌てて口をつぐみ、 BTS はエゾのスポには触れずに進行します。しかしそんな中、シュガが新曲のタイトルは公開されたよ、エド・シーランが全部話してたと切り出します。それに対してジョングクも公開されたよと続けます。RM もエゾのスポについては把握していたようですが、でもそれを僕たちがここで公式化しちゃうと、とタジタジ。夢でも見たんだよと流そうとしますが、公開されたよと一歩も引かないシュガに対して RM はやめてと大絶叫。周りのスタッフもずっとバツマークを出して慌てていたようです。それでもタイトルは公開されましたかとアーミーにアンケートを取ろうとしたり、最後までマイペースなシュガでした。BTS のネタバレ王といえばやっぱり RM。 天然でおっちょこちょいな一面を持つ RM はポロッとネタバレしてしまうことも多いですよね。そして焦ってフォローしようとドツボにはまっていく姿も可愛らしいです。 BTS がアーミーと一緒に使いたい商品というコンセプトでメンバーが企画制作に参加したアーティストメイドコレクション by BTS。それぞれのメンバーの性格や趣味嗜好が反映されている大注目の公式グッズで、発売と同時に売り切れてしまうほどの人気を博しました。 RM は風鈴とジョガーパンツをプロデュースしたのですが、このジョガーパンツがなんと半年前にネタバレしていたことが発覚しました。ネタバレの舞台となったのが2021年7月に RM が配信した V ライブです。この時、白い T シャツと例のジョガーパンツを履いていた RM。 このパンツには秘密が隠されているんだとおもむろに椅子から立ち上がり、今着ているんだけど秘密です、とにかくこのパンツにはすごい秘密があるから期待して待っていてくださいとコメント。この時、左側のポケットに手を当てて何かを隠すような素振りを見せていましたが、発売されたジョガーパンツを見てみるとそこにはアーミーのロゴが入っていました。このパンツは開発に約1年の時間がかかっているようで、ポケットの深さなど RM のこだわりがギュッと詰まっています。自慢のパンツを一刻も早くお披露目したかったのか、サンプル品と思われるパンツを着用して公開してしまいました。ネタバレにしてはあまりに堂々としていますよね。RM の流行る心が可愛らしくて、今となっては笑ってしまいます。とは言っても笑えないのは事務所側です。半年後の本公開の際にはネタバレをせざるを得なかった、最強の心地よいフィット感とテロップをつけてネタバレ事件を逆手に取っていました。このテロップで半年前の V ライブとネタバレ事件がつながったファンは爆笑せずにはいられません。あの時のパンツはこれだったんだ、字幕でお灸を据えられてると大胆すぎるネタバレに釘付けになってしまったようです。 同じく by BTS でジンがプロデュースしたのはパジャマと枕。このパジャマが実は In the Soup 2の時からジンが着用していて、ファンの間では話題となっていました。柄をよく見てみると、天使のジンが描かれている愛らしいパジャマで、爽やかな水色がジンにとてもよく似合っています。タイニータンのジンのキャラクターをもとにデザインされたようです。しかしこの時点では、もちろん商品化されていないので、ファンの謎は深まるばかり。すると火中のパジャマが再び現れます。国連総会に参加する前、パジャマ姿のジンが食事を取ろうとするところが YouTube に公開されました。定かではありませんが、おそらくインザスープ2の撮影から約1ヶ月後くらいだと思われます。SNS では一刻も早く商品化を望む声が続出しました。by BTS の中でジンの商品が最初に販売が開始されましたが、ものの数分で瞬く間に完売してしまいました。どのメンバーのグッズでも同じように悔しい思いをしたファンがかなり多かったですよね。発売までパジャマを小出しにネタバレしてきたジンですが、これにはジンのマーケティング能力を称賛する声が上がりました。確かにネタバレというよりはうまく広報活動につながっています。
しかもジン本人が自然体で来ている姿を見せることによって、お揃いが欲しいというファンの心をくすぐりますよね。バイ BTS の発売はジンを皮切りに RM、テテと続きますが、ネタバレ済みの2人から順に発表されているところが面白いですよね。しっかり者のジミンもしっかりネタバレしちゃいます。その舞台となったのは BTS のセカンドアルバム Wings の発売を記念した V ライブでした。ジンの MC のもとニューアルバムについてコメントしていく BTS。 見ているとニューアルバムへの期待がどんどん高まるようなトーク内容でした。そしてネタバレ事件が起こったのは第2部に移った番組後半のこと。血、汗、涙の MV 初公開を控え、ポイントとなる振り付けをパートの中心を担うジミンがショートバージョンで披露することになりました。ゆっくりお見せしますねと振り付けを始めることものの2秒、あっという間にジミンは4人のヒョンからもういいよ、これ以上のネタバレはやめるんだと取り押さえられてしまいます。お団子状態で下敷きになってしまったジミンはたまらず爆笑します。短い間でもセクシーに踊ったジミンはすっかりネタバレした犯人となり現行犯逮捕されてしまいました。その様子をテテとジョングクはもぐもぐとチキンを食べながら見守ります。ヒョン4人による体を張ったネタバレ防止対策は息ぴったりでした。その抜群のチームワークに面白すぎるとの爆笑の声が相次ぎました。さすがは BTS ですね。まだスポしてはいけないと分かっているからこそ BTS の気持ちはそわそわしてしまうのか、スポしたくてたまらない姿にとても微笑ましくもあり爆笑してしまいますよね。ファンからすれば嬉しいスポであることは間違いないですが、スタッフや周囲の関係者はドキドキハラハラしているのかもしれません。しかしそんな BTS だからこそ愛される魅力であるとも言えるのではないでしょうか。カムバックやグッズ販売と聞くと、いつスポしてくれるのか、そればっかり探してしまいそうです。それでは次の動画もお楽しみに。ボラヘー。